はい。皆さん、こんにちは。渡辺裕之です。今回はプレイステーションのゲーム、沈黙の艦隊、立浪編の続きをプレイしていきたいと思います。ミッション10。米海軍第7艦隊司令、リチャード・ボイス大佐が指揮する艦隊に挑む。敵部隊は空母を含む攻撃的な布陣ということですね。奇策縦横。インドネシアが戦場になります。では、魚雷を用意していきましょう。空母を含む攻撃的な敵の艦隊編成ということがあったので、ハープンミサイル、これはね、やっぱり多めに持ってきたくなりますよね。それと、まあ、潜水艦も、まあ、大なり小なりいるであろうということを想定して、このシーランスも持っていきましょう。あとは、魚雷の数ですね。これちょっと増やしておきます。55本まで持っていけるようにして、シーランスを。で、あとハープミサイル。さらに増強して、合計55本。マーク46の魚雷を減らして、代わりにデコイを増やします。マーク48の魚雷を減らして、デコイですね。ハープミサイル減らして、マーク46の魚雷。これでいきましょう。ちょっと魚雷の数に不安がありますが、ハープミサイルがどれだけヒットしてくれるかですね。ハープミサイル強力なんですけど、敵の迎撃に遭うこともあって、そもそも到達しないということもあるので、まあそのあたりを加味すると、やっぱり魚雷もね、本数ある程度持っていきたいな、というところもあってご覧いただいた、搭載数になります。敵、艦艇発見。まず早速これは、敵の潜水艦ですね。ではマーク50の魚雷。これをホーミングで出します。あ、先制ですね。で、速度を0に落として、こちらは音を立てずにやり過ごしましょう。ゲーゲーゲー撃ってきた。命中。ん？違う。敵のデコイに当たりましたね。そしたら一旦ちょっとこのノイズの中に入り込みます。ノイズが消えたら瞬時にね、ミサイルを撃てるよう用意したいと思います。敵も魚雷を撃ってきた。デコイで返します。違う！これは、優先弾だ。回避できないかな。命中した。先制したいのに先制されてしまいましたね。残念。こちらも優先を打ち返しましょう。まずは、沈めたい。なんか夜空のぐらい命中。シャルロット。撃沈。マーク50の魚雷をもうちょっと多めに持ってきた方が良かったかなっていう気がちょっと今更ながらしてきました。まあ、このあたりもしょうがないですね。イタチごっこ的なところがあるので。では、ここはマーク46の魚雷をホーミングで出して、その間に100メートルまで浮上。深度100まで浮上。命中。ちょっとさすがに、撃沈はできませんでしたね。マーク50のぐらいだったら、あるいはというところだったかなと思います。さあ、敵の後ろをうまく取りました。潜水艦2隻発見してます。まずシーランス。これで遠いところの潜水艦を狙いつつ、シーランスが出たらですね、すかさずこちらは近いところにいる潜水艦には魚雷を撃ちます。敵は航空機飛ばしてきましたね。さあ、魚雷戦、1番艦、2番艦から。これシーランスが当たったようです。そして、マーク46の魚雷。これがスプリングビルドに命中。撃沈です。
では敵の空母がいるであろう海域へと向かいましょう。敵の航空機が飛んできたその場所にいると思われます。探ってきます。さあ、敵の空母発見しました。ハートミサイル、まずは撃ってみましょう。迎撃されるかどうか。命中。空母、コンステレーションに命中です。さらに敵の航空機発艦中だったようなんで、これも合わせてね、結果撃墜できたというところですね。では、ハートミサイル4連装で出します。命中。さらにアップに打っていくためにアクティブを打ちます。アップミサイルどうだろう。4連装で当てて撃沈まではいきませんでしたね。さすがは空母というところだと思うんですが、さらに4連装、これで撃沈です。さらにね、敵の空母が潜んでいると思われるので探しに行きます。4本で、その前に1本ハープーン打ったので9本のハープーンを当てて、空母撃沈というところですね。さあ、後ろの方に敵の艦影か、ちょっと敵の本体がいる方向を見誤ってしまったようなので、ここで開港していきます。さらに敵の空母、航空機、あと耐水ヘリと思われるものも発艦しているようです。発見されましたね。それで今、敵の航空機が、脇をすり抜けていったところです。ここはもうこれ以上ダメージ受けられないので、デコイを打って回避しておきます。では、深度100、速力20、これで進んでいきます。命中コースか。命中した。で、こういう撃つのがちょっと早すぎたかな。もうこれ以上は耐久が持たないので、慎重に対応しなきゃいけないですね。さあ、今回はしっかり引きつけてからデコイを出します。これも命中コースかな。命中した。ちょっと逃げ切れなかったか。いやいや、いよいよもっと危なくなってきたな。では前方の、護衛艦ですかね。これ、8分でまず撃ち落としましょう。カッシング、駆逐艦でしたね。打ち落とすというか、撃沈ですね。撃沈しました。さらに敵の航空戦力確認します。その先に母艦がいると思います。何かはわからない画面外のところに対して撃ちましたけど、これが迎撃されましたね。では、ここからハープミサイル、まずは一発ずつ確実に当てていきます。命中。ファルビンソンでしたね。そしたら、これハープミサイルを通常弾頭を4連装、1番艦から4番艦まで。命中。撃沈だ。危なかった。後ろから耐水ヘリの耐水弾が来てたので、食らってたら、ちょっと危なかったかなと。そういう状況でしたね。はい。というわけで、ダメージをそこそこ受けましたが、ギリギリなんですかね。A ランク。確保ができています。
では、少し短いですが、今回はここまでとさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。